アアジア杯準々決勝日本一ニイラン2024年2月3日カタールアルラヤンカタールで開催中のサッカーアジア杯は3日準々決勝が行われ日本代表フィファランク17位がイラン代表同21位2敗戦アジア1位と2位の直接対決という今大会注目の大一番に敗れ2大会ぶりに8強で姿を消すことになった 一方、イランは22年 W 杯カタール大会以降の無敗記録を17に伸ばし、2大会連続の4強入りを果たした。試合後、先発出場し後半53分までプレーした MF 同案率、25は、前回のアジアカップからオリンピックと、ワールドカップと、そして今回のアジアカップと、何一つ代表で成し遂げていない自分の不甲斐なさを感じています。と悔しそうに語った。 8強で敗退となった現実については、後半パワーで来る相手を跳ね返せない。相手に完全に支配されていた。見てた人もやられそうだなって雰囲気があったと思うし、声をかけきれなかったっていうのは課題、と振り返った。後半は防戦一方となり、なかなかセカンドボールを拾えず押し込まれた。みんなで集中しようって言っていたのにセカンドボールを奪われて。 みんなわかっていたはずなのにやられたっていう。それは原因が何から来るものなのかわからないですけど、はい、負けに値したゲームだと思います、と、乾杯を認めていた。そして、失点の仕方がちょっと悪くて、メンタル的にもダメージが来たのかなって。普段動けるはずが、脳からちょっとダメージが来て、ちょっとずつ体が動かなくなっていってってのは感じてますし。 攻撃もボールを持った時に打開策が全く見えなかったしちょっと後半は本当に情けないゲームでしたと悔しそうに語った。